古代エジプトに関する奇妙な発見は、もはやエジプトではなされないかもしれない。2016年1828年以来、オランダの国立古美術館に展示されていた3メートルあるワニのミイラを 3D スキャンで調査したところ、驚くことに中には47匹の小ワニも詰められてミイラにされていた。進行中のプロジェクトの一環として行われた調査であるが、これまでに博物館の職員は大量の赤ちゃんワニの存在に気づいていなかった。この2500年前の珍しいミイラは、90年代には2匹のワニのミイラであることが確認されていた。歴史家はエジプトの神セベクに捧げられたものと推測するが、セベクは通常人間の体で描かれている。このミイラの制作者は苦労して大量に小ワニをくっつけて、この神に何をお願いしていたのであろうか。古代エジプトの魔術師はこのような儀式用の手引き書を持ち歩いていたようだ。1300年前の写本はコプト語で手書きされており、かなり脆くなっている。オーストラリアの研究者が中身をスキャンし解読するのに数年かかったが、2014年末に作業が終了。道場六三郎。作業が終了。内容は多岐にわたり、仕事の成功や恋愛成就、無病息災など様々な呪文が揃っていた。例えば、あるものを自分の奴隷にしたい場合、その家の柱に釘を2本打ちながら呪文を唱えよとある。エジプトではローマ帝国の支配下であった2世紀頃からキリスト教徒が増え始め、コプト正教会として発展。写本のある箇所ではセツという人物が言及されており、彼は実は生きているキリストやアダムとイブの三男とも表現されている。この写本は初期のキリスト教時代にエジプトに存在した少数だが熱心なセツ派の所有物と見られている。もう一つ珍しい発見がある。2013年に古代都市アルマナそばの墓を発掘していた考古学者が、坑道の足の指輪をつけた遺体2体を発見。このような指輪が古代エジプト人の遺体から見つかったのは初めてである。専門家は、指輪は埋葬時につけられたものではなく、まだ生きている間に身につけていたと確信する。とはいえ、純粋におしゃれでつけていたのか、指輪に魔力があると信じて身につけていたのかは定かでない。およそ40歳で亡くなった男性の遺体は、生前に足と大腿骨をひどく骨折していたことがわかり、この指輪には癒しの力が宿っていると信じていたのではないかと思われるが、他の骨にはそのような傷跡はなかった。この説を補強するには、さらに骸骨やミイラから足の指輪を見つける必要があるが、今のところこれ以外は見つかっていない。よく使うものに予備があると大変便利である。現代では携帯の充電器や車のタイヤなどが一般的であるが、古代エジプトでは死後のために予備の頭部を用意していたようだ。古代エジプトの墓にはたまに人の頭部の彫刻が備えられていることがあり、どれも埋葬された人物の外見に似せて作られたものであった。彼らは死者は埋葬された後あの世で生き返ると信じていたが、死者が頭や顔にひどい傷を負った場合、生き返った時のために新しい頭を用意していたのではないかと、1903年にドイツのエジプト学者ルートヴィヒ・ボルハルトが提唱。これまでに30点の頭部像が発見されており、最古のものは紀元前2613年のスネフェルの治世にまで遡る。顔つきはここで違うが、髪は常に短く刈り上げられ、いくつかの頭部像には鮮やかな赤色で塗られた跡がある。当時の伝統では葬祭用の彫像は常に
地上に置かれていたため、このような頭部が地中に置かれているのは珍しいという。あくまでも仮説であるが、かなり説得力、かなりの説得力、かなり説得力はある。古代エジプトではなぜか通り抜けられないドアがたくさん作られている。全く無意味に思われるが、無垢の石に掘られ、エジプトの墳墓にはよく見られる作りである。ヌラーゲ文明以前のサルディーニャ人の墓にも見られるため、エジプト人は他からアイデアを得た可能性がある。何世紀か後のエトルリアの墓にも現れ始め、やがてローマの墓にも見られるようになった。明らかに象徴的な意味を持つ重要なものであったことが伺える。エジプト人にとって偽りの扉は生と死の世界の物理的な境界を表し、神や墓に埋葬された人の魂だけがこの扉を通り抜けることができたと考える歴史家もいる。墳墓にある礼拝堂の中心によく偽りの扉が備えられ、残された者たちが個人のために死後の世界で使う貢ぎ物や品物を置いていく場所であった。当時のエジプトでは死の世界は西にあると信じられていたため、偽の扉は大抵埋葬室の西壁にある。アルマナの謎の女性について唯一分かっているのは、彼女がキアと呼ばれていたことと、イクナートンの妻の一人であったことである。ミタンニ王女だったとの説もあるが、確証はない。彼女の棺はファラオ用のものであったが、遺体の場所は不明である。彼女のレリーフは死後メリトアテン王女のために再利用され、後世の人々が彼女を貶めようとしていたことを示唆している。彼女がいつ死んだのかもはっきりしないが、1907年に王家の谷で見つかった若い方の湿度と若い方の宿、若い方の宿女と呼ばれるミイラがキアかもしれないと考える学者もいた。とはいえ、近年の DNA 鑑定によりこのミイラはツタンカーメンの母親であることが確認されている。わずかに残された碑文には、彼女が格別な長妃で深く愛された妻という称号があり、つまりファラオにとって他のどの妻よりも優先されていたことになるが、もしそうであれば、なぜ彼女は歴史から抹消されたのであろうか。数年前、イスラエル・ハイファにある博物館の職員は、エジプトの子供のミイラと思われるものを調査することに。長年博物館の所蔵品であったが、近代的な技術で調査されたことはなかった。3000年前のミイラをCT スキャンしたところ、中を見た職員も仰天。ミイラは人間のように見えたが、中身は人ではなく代わりに植物で作られていた。エジプト学者によれば、このミイラは冥界の神オシリスを表したもので、泥とトウモロコシで作られた穀物ミイラであるという。残念ながらこのミイラがどこから来たのか分かっておらず、ファラオの墓から発見されたと考えられているが、十分な証拠はない。多くの専門家は古代エジプトのミイラが本物ではないと知ってがっかりするものだが、これは例外である。博物館スタッフはこの発見に興奮し、さらなる調査に意欲を燃やしている。エジプト学者にとって、これまで知られていなかった王族の発見ほど嬉しいものはない。2014年末にエジプトのアブシールで約4500年前の墓が見つかり、ケントカウエス3世と呼ばれるこれまで知られていなかった女王が存在したことが判明。ケントカウス3世は中田カウス3世はエジプト大王朝ファラオのエジプト大王朝ファラオのネフェレフレネトラレ王の妻か母親である可能性があるという。墓はファラオの埋葬室で見つかり、二人の間には何らかのつながりがあるのは間違いない。ファラオの埋葬室で見つかり、この新たに発見された女王はエジプトでギザのピラミッドが建設された時に生きていたかもしれず、
当時の価値ある墓が見つかるほどピラミッドの謎に近づけると考える専門家もいる。かつてアメンホテプ4世が所有していた不思議なメダルが存在するという。アメンホテプ4世はツタンカーメンの父であり、エジプトの信仰を多神教から太陽神崇拝に変えたファラオであるのは有名である。この謎のメダルは驚くことに王が宇宙人に支配されているようにも見える。中央には大きな UFO のようなものがあり、上部には宇宙人がいて、下には王と共にラーやアヌビスといった神々が描かれている。このメダルからはエジプト人が異星人の存在を知っていたようにも見え、もしそうであれば異星人がピラミッドや他の立派な建造物を建てたという説にも信憑性が出てくる。アメンホテプ4世といえば手足が細く腹が出ていて頭が大きく描かれており、彼自身が宇宙人だったのではないかとの意見もある。とはいえこのメダルは誰が見つけて今どこにあるのかもわからず、捏造の可能性も十分ある。実際アメンホテプ4世は遺伝子の突然変異で脳が通常よりはるかに大きかったとの報告もあり、その奇妙な容姿や行動、そして DNA まで、このファラオは極めて謎に包まれた人物である。2014年エジプトの古代都市オクシリンコスにある墓から初期キリスト教の図像が見つかった。6世紀か7世紀にコプト教徒が描いたものと思われ、現存する最古のキリストの絵の一つと考えられている。謎の地下室から見つかった絵はひどく色あせているが、その姿は巻き毛の若い男性で、両手は祝福を与えるかのように描かれている。地下室はとても状態は良いが、ここが何の部屋かはわからないと研究者は語る。オクシリンコスは冥界の神オシリスを崇拝していた地であったことが知られており、地下は元はオシリスに捧げられた神殿だったのかもしれない。壁には他にも貝や植物の絵、まだ解読されていない碑文が刻まれており、研究者によると岩を削って作られたこの墓はイエスの最初の信奉者や彼を個人的に知っていた者たちとつながりがあるかもしれないという。